スポーツにおけるスターシステムとは、主に工業面において、高い人気を持つ人物を起用し、その花形的人物がいることを大前提として、チーム編成、宣伝計画、さらには集客プランの立案などを総合的に行っていく方式の故障。また、資本力やニュースマスコミを利用した代々的な宣伝の反復などによって、 そのような花形的人物を企画的に作り出すシステムのこともこの一環として指す。スポーツ以外の分野のスターシステムとは意味合いが異なり、主にテレビやスポーツ新聞などのマスコミ報道や番組宣伝による要因が主体となって、スターが作られるという観点で用いられ、また、負の意味合いを持って使用されている場合がある。2010年。 NBA のプレーオフでも人気チームであるコービー・ブライアントを擁するロサンゼルス・レイカーズ、レブロン・ジェームズを擁するクリーブランド・キャバリアーズが視聴率の高い週末や月曜日に試合が開催された。最もスターシステムを派手に活用してスター選手を企画的に作り出してきたのが単純な勝負以上に工業としての色彩が濃いプロレスである。社長が主役をやる 座長工業の形態を取る例として、最も有名なものを挙げれば、1950から1960年代の日本プロレス、70年代の全日本プロレス、1970から1980年代の新日本プロレスがある。外国人選手を招平し、他の日本人レスラーを次々と倒した後に、主役が外国人選手を任すことにより、 スター選手の強さを演出資格と人気を保持していた。プロレスの場合、スターに倒されるやられ役であるジョバーが重要な役目を背負う。ハッスルにおいては、学生プロレス経験者であるが本職は、お笑い芸人である HG や、インディン・オブ、ジョイトイを前面に出し、プロレスラーが彼らを際立たせるための役割を担っている。また、アントニオ猪木 VS。 滝沢秀明など芸能人とレスラーが試合をすることすらある。また、女子プロレスでは選手の人気獲得のための販売戦略としてビューティペアやクラッシュギャルズなどが試合前のリング上で自らの持ち歌を歌ったように当時のアイドル芸能人的なプロモーションを代々的に行った例もある。ただし、工業、エンターテインメントとして プロレスを見るならば、スターシステムがもたらす宣伝、集客の効果は大きく、スターレスラーの人気は高ければ高いほど選手にとっても、団体にとっても良い。アマチュアスポーツや五輪競技、他の格闘技で見られるような選手がスター化することで発生する弊害はプロレスに限れば、ほとんどない。石川遼はスターシステムとして顕著な選手であるとされる。サッカーにおいて、 スターシステムという言葉が多用されるようになったのはフィリップ・トルシエがサッカー日本代表の監督であった1998年から2002年の頃である。マスコミの報道による過度のプレッシャーにより選手が潰されてしまった実例としてしばしばトルシエは前園正清の名を挙げている。その他にトルシエはイタリアのクラブチームで控えに甘んじるなど当時は スランプ状態にありよいプレーがなかなかできずにいた中田秀俊をスーパースター扱いする日本のマスコミを不思議がっていた。日本のテレビでは日本人選手が活躍したところだけダイジェストで流すためその選手が世界的な大物だと視聴者が勘違いしてしまうと語っている。当時世界第2位の市場を持つ日本のマスコミの扱い方次第で 中田のようにスランプなどで低迷して優れたパフォーマンスを行うことができない選手であっても日本、市場向けのスポンサーがつけば年に10億円以上稼げて世界のサッカー選手の年収ベスト10に入るという現象が起きていた。このことはサッカーだけでなく野球やゴルフ等の海外で活躍する日本人選手の行動を扱う際の日本マスコミ報道の異様さを批判するときに たびたび引用され、それは2002年にトルシエが退任した後も続いている。また2009年には、浦和レッズの原口元気が U-19 の代表に選出された直後の加熱ぶりに当時の監督であるフォルカー・フィンケはマスコミに対して不快感を示し、5月5日のカシア・レーソル戦後の記者会見であのように実力もあってもちろん才能のある若い選手が、 毎日のようにメディアに出てしまうのは良くないことだと思うと発言しサッカー界のスターシステムのあり方に一石を投じている。プライドでは俳優の金子兼 K1 ダイナマイトではタレントのボビー・オーロゴンがアマチュアでの実績がないにもかかわらず試合を行った。この場合はテレビ局と工業会社の連動でプロモーションが行われた。金子はプライドを放送する。 フジテレビ、ボビーは、K1 マックス、ヒーローズを放送する TBS で、それぞれレギュラー番組を持っており、その番組で試合までのドキュメントが放送された。亀田ダ・コ亀田大輝、亀田和樹ら、亀田三兄弟は、TBS テレビで多く取り上げられた。タイトルマッチではなく、小平均子選手との試合でもゴールデンタイム、プライムタイムで試合が放送され、彼らを紹介する。 ドキュメンタリー番組なども制作された。高知県競馬組合に所属していた春うららが未勝利のまま出走を重ねていたことに、高知競馬場の実況アナウンサーが気づき、高知競馬を盛り上げるために周囲にその事実を触れるようになった。これを聞いた地元市の記者が記事にしたところ、高知競馬組合側が人目を引いて廃止を回避したいという思いから、 広報資料をマスコミ各社に送付し、全国的なメディアに取り上げられるに至った。同時に馬券をお守りとして購入する来場者が増え、2003年には一時収益が黒字に転じる効果ももたらした。行島厚氏。レブロンもコービーも TV 局が操る ?NBA プレイオフに見る米国スポビズ会。スポーツグラフィックナンバー。2011年5月4日、閲覧。 VS 柏市愛護フィンケ監督 ABC 福岡、茂木、谷本正則、岩部良樹、春うららブームに学ぶ、シリーズ追跡、四国新聞、2013年3月19日閲覧、重松清、走って、負けて、愛されて、春うらら物語平凡者、2004年ピアニッシモも、106から111、ありがとうございます。